はい、皆さんこんにちは、ペツでございます。ここ大将軍で戦う三国志3シナリオ4、30回目ねやっていきましょう。これやね。これで、うん、あ、エオさん99か、届かんかった。もうあとね、刺してなんかするとかはないんで、美穂さん、うん、冠中にちょっと、あ、冠中じゃない、長安にね、そうそう、14ね、安定でしたね。ごめんなさい、私この湯取ったよね、間違えてましたね。兵力欲しいな、どうしよう。ほんま、本当はね、輸送してうんちゃらかんちゃらっていうとこやけど、まあ5000ぐらいね、徴兵できたら。どうしようかな。カノさんは訓練させたくないので、チョンさんの5000をカノさんに回そうか。これホートさんにしてもらおう。で、いや、チョンさんを1万にしてカノさんを15000で、3人混ぜちゃおう。で、コーチュさんはい、うん、こんな感じでか。で、訓練ね。はい、よし。サイクンさんね。あ、ちょっと足りんかったか。工作をね、まあまあこんな感じかな。崩せそうなのはいない。修繕さんもあれやね。
チョコさん来るんかな。ジョショさん、まあ訓練やっとこか。施し。線を動か。せやね。後輩さんで、90か。で、2万8000やから、7000ぐらいかな。で、周太さんな、違う。7563。
まあまあ武力あるけど、一応武漢にしようか。で、孔明さん帰ります。はい、シャセさんもうちょっとやね、次ぐらいで。まあ多分無理やろうな、孔明さんでも。ああね、
OK。うん。あれ？この人あれじゃないか？いきなりザイヤで出てるな。絶対埋伏の可能性あるな。ちょっと無視しとこう。かなり兵力ね、ばらけてるね。あー、兵糧買いよったな。抱えてるんでね。あ、そう。まあ縛りいってる以上ね、本当は攻めたいけど攻めれないっていうね。
出てくるのかな。あれば守れると思うんで募集さん移動させようか。はい、で円の方にね、深夜か23だからそっちも出張って転ばすっていう手もある。まだ調査入れてないからね。では、今回ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。